西自動車道は、三重県滝郡滝町の西和滝ジャンクションから道県、尾瀬市の尾瀬北インターチェンジまでと、和歌山県田辺市の南北辺 IC から道県、西室郡須佐美町の須佐美南 IC までの高速道路である。略称は、規制道。法令による高速自動車国道としての正式な路線名は、近畿自動車道を追わせた帰を呼び、 近畿自動車道松原那智勝浦線である。三重県区間と和歌山県区間の間は2021年4月現在事業中であり、つながっていない。高速道路ナンバリングによる路線番号は近畿自動車道規制線を形成するため、三重県区間と和歌山県区間ともに E42 が割り振られている。三重県中部と東、紀州を結ぶ高速道路で、 西和滝ジャンクションで伊勢自動車道に接続する。前線が国道42号にほぼ沿っており、山間部を通過するためトンネルが多い。2006年3月11日に最初の共用を開始し、2014年3月30日の開通で三重県区間が前線開通した。豪雨、台風時に並行する国道42号が寸断されることがあるため、 東道路の開通によって、東紀州の道路事情が大きく改善された。事故等がなければ、ゴールデンウィーク、お盆などの行楽シーズンや年末年始などを含めて、激しい渋滞になることは、ほとんどない。2010年6月28日から2011年6月19日までの間、開通済み区間の全線において、高速道路無料化社会実験を行っていた。 キー長島インターチェンジ以南は高速道路会社によらない国と地方自治体の負担による新たな直轄事業である新直轄方式で計画されているため通行料金は無料である。2013年に三重県北室郡北町内で建設中の赤羽川橋において完成済みの橋台が約20センチメートル傾いているのが確認され、 これを受け国土交通省規制国道事務所が工事を休止して改修を行った。上記の問題は見られたが、当初の予定通り2013年度内に完成、開通することができた。和歌山県人口第2位の田辺市から須佐美町工場までを結ぶ高速道路である。2003年12月25日第1回国土開発幹線自動車道建設会議の決定で、 南紀白浜インターチェンジすさみ南 IC 間が新直轄区間に選定され、さらに2006年2月7日に第2回国土開発幹線自動車道建設会議の決定では有料道路方式による整備が決定していた南紀田辺 IC 南紀白浜インターチェンジ間が新直轄方式に移行されたため、和歌山県区間は全線で新直轄方式で整備されることとなった。 これにより、三重県区間の紀伊長島インターチェンジ以南と同様に、全線にわたり、通行料金は無料である。半話自動車道と直結しているため、IC 番号は半話自動車道から連続したものとなっている。2015年7月17日に、台風11号の影響で土砂崩落が発生し、開通からわずか5日で、 南北田辺 IC 南紀白浜インターチェンジ間が一時通行止めとなった。1987年6月30日に第4次全国総合開発計画で高規格幹線道路として構想された。1987年9月1日、4全走を受け、国土開発幹線自動車道建設法が改正され、近畿自動車道規制線に指定された。 4前層で構想された規制自動車道に含まれる現在の路線名、道路名は下記のようになる。国土開発幹線自動車道の路線名である近畿自動車道規制線として事業が行われていたが、2005年12月19日にネクスコ中日本から清和滝ジャンクション大宮大台インターチェンジ間の道路名を規制自動車道とすることが発表された。 道路名の規制自動車道の起点は、聖和滝ジャンクションであり、案内上も聖和滝ジャンクション方面が、上り線で、大瀬北インターチェンジ方面が下り線として、扱われるため、路線名の奇襲点は、道路名の奇襲点と位置関係が逆になる。全線で、ほぼ暫定に車線の対面通行となっている。ただし、 途中奥伊勢パーキングエリア付近の 1.5km の区間と菅谷川橋付近の 1.4km の区間に追い越し車線をキー長島インターチェンジ宮山 IC 間に0.6から 0.7km と及び 1.0km の譲り車線をそれぞれ設けている。サービスエリアパーキングエリア三重県区間にある休憩施設は奥伊勢パーキングエリア 北北 PA の2カ所が設置されている。奥伊勢パーキングエリアは上下線とも一般的なパーキングエリアの設備内容である。北北 PA は上下集約となっていて、地域振興施設の指針テラスが設置されている。北北町産の尾汗ひのキを使用した木造2階建てで、災害時には一時避難所や広域応援支援の拠点となり、平常時は 地域の物産販売や飲食、情報発信などにより、紀北町の魅力を PR する。紀北町が約4億700万円をかけて建設した。両、パーキングエリアとも夜間営業はしていない。和歌山県区間にある休憩施設は、道の駅口熊の,のみである。この道の駅は、実質パーキングエリアとして整備されており、上り線にのみ設置されているため、 上り線側からしか利用できないが、一般道からも利用できるようになっている。鉄骨平屋建ての物産販売棟と木造平屋建てのトイレ棟があり、物産販売棟では地元の特産品を揃えて観光客らに PR するほか飲食スペースも設けられている。駐車場は規制道側が24台、一般道側が20台。両駐車場間の出入りはできない。 上富田町が約1億8400万円をかけて建設した。ガソリンスタンドは設置されていない。三重県区間の構造物トンネルの数、和歌山県区間の構造物トンネルの数、規制自動車道は、ほぼ全線が対面通行のため、トンネルや橋梁は上下線に1本ずつではなく、上下線合わせて1本になる。ハイウェイラジオ三重県区間24時間。 交通量道路交通センサスよ日部データを抜粋して作成和歌山県区間24時間交通量道路交通センサスよ日部データを抜粋して作成ありがとうございます